Watch me. I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give in this shit. I do what I want. はい、こんにちは、クラウドです。ということで今回はビクターのサイズ感について話していこうと思います。まず最初はアウター編です。今回モデルはクラウドとショーの2人が務めていきます。今上に着ているパーカーはジップアップパーカーとなっていて、横のポケットのところにもチャックがついています。サイズは上下ともに M サイズで、身長164センチ、体重59キロの自分が着ていて、ちょうどいいぐらいのサイズ感となっています。次はモデルがショーとなっています。上のジップアップパーカーは色違いとなっていて、サイズが XL サイズとなっています。大きめに着たい人やピチッとなるのが嫌っていう人は、サイズを1サイズ2サイズ上げて買ってもいいと思います。次はモデルがクラウドとなっています。上のジップアップパーカーはさっきショーが着ていたもので、サイズは XL です。自分が着てみるとかなり大きくて、お尻がすっぽり隠れるぐらいのサイズ感で、袖はもう手が完全に隠れるぐらいの大きさとなっています。続いてユニフォーム編になります。モデルはクラウドとなっていて、上が L サイズ、下が M サイズとなっています。上は L サイズでお尻が隠れるぐらいで、袖の長さはちょうどいいぐらいなので、自分はいつも L サイズを買うようにしています。続いてモデルがショーとなっています。上のユニフォームが XL サイズとなっていて、上半身に筋肉がつきやすい人とか、上半身がごつくなりやすい人は XL サイズとか少し大きめのサイズを買った方が、ユニフォームがピチッとならなくていい感じのサイズ感になると思います。最後は上のユニフォームが M サイズとなっています。身長164センチ、体重59キロでやや細身なんですけど、その自分が M サイズを着ても少しピチッとなるかなっていう感じです。ユニフォームの下にアンダーウェアとかを着たりするとかなり苦しくなると思うので、自分は L サイズを買うようにしました。最後は T シャツ編です。モデルがクラウドで、上下ともに M サイズとなっています。 T シャツは M サイズでもちょうどいい感じで、袖が短いとか肩周りが苦しいとかもないので、この T シャツだと M サイズが自分はちょうどいいです。続いては上の T シャツが XL サイズとなっています。ショーに貸してもらってこれは着ているんですけど、着た感じはユニフォームの L サイズとそんなに差がないので、 T シャツは M サイズから XL サイズどれでも着れるなっていう感じでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。ビクターはどの商品もデザインが本当に良くて、自分はアウターもユニフォームも T シャツもかなり気に入っています。もしサイズ感とか気になる人がいたら、この動画を参考にしてみてください。